東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですトリシックスふみです所属アーティストやゆかりのある方を迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしていますハッシュタグ UKP ラジオつけてツイートお願いします音、えー、音楽と人 金光編集長の回の感想のツイート、はい、たくさんいただいてますはいいくつか紹介させてください、えー、ムーンロックさん、えー、オン恩人金光さん回面白かったヘルシー時の地獄の引退以外にも、うん、ヒロトとのエピソードなど、うん、ヒロトだなと思わせる内容でちょっと感動人対人ってスタンスがやっぱり好きだなと思いましたちっともねちっこくないですけどね プッシュロミのお楽しみ情報ありで、ワーっとなるから聞いて、はい,はい、はい、ですね。はい、えじゃあ、もういくつか。はい、えー、せいさん、金道さんが乙女と呼ばれていることが、時間差でじわっています。<laughs> はい、乙女にしか引き出せないインタビューがあるのだと、なんとなく腑に落ちました。新しいご本を心待ちにしています。うん、えー、ひいさん、今週の UKP ラジオ、金道さんのお話がすごく面白くて、リピートしている。 ちょいちょいシロップの話題が出てて嬉しい。分厚いやつ楽しみに待ってます。うんえー、じゃあもう一つ吉野さん、UKP ラジオオンヒット編集長金光さん会面白かった。金光さんのお声初めて聞いた。ああそうですよね。うん、そうだよね。まあ、想像以上に早口だった。<laughs> シロップ16グラムファンでまだ聞いていない人は今すぐ聞こう。素晴らしい情報が過去41分30秒ぐらい <laughs> 詳しく書いてくれてますね。はい。 ありがとうございます、はい、皆様、はい、本も楽しみですね単行本も楽しみですねありがとうございますさて今回は音楽の仕事の話カメラマンの村井香織さんが来てくれましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,す UKP ラジオ村井さんは、えー、ギンナンボーイズをはじめさまざまなアーティストを撮影するカメラマンですがう、はい、んと僕らはうん出会つ でも多分「ーゴーイングステディかな「そうで g o i n g ステディの時は撮ってるからそうですねなんか俺はあいつも「ゴーイングステディのライブで写真撮ってる人だなっていう認識 <laughs> 認識,、うん、認識はで現場的にはすっごい男っぽい現場だから、うん、あっ香織ちゃんあこういう現場でも全然いけるんだみたいな <laughs> なんか <laughs>、ね、そうですね ね、何、何、よく耐えてんなって俺思ってたよ、なんか。<laughs> 本当ですか。うんうん、なんか、普通な感じだった覚えが。いや、どうだったっけな、なんか、ちょっと、かなり昔すぎて記憶が。えー、大変だったかな。 あでもなんかこうみんな優しかったですねメンバーもあーすごくなんかその前がちょっと<の>はハードコアみたいなバンドとかをとっていたりしたのでちょっと過酷な感じに比べるとみんな優しかったなってそっかそのチームの中ではこう言ってんだったから、うん、っていうのもあんのかななんかああと一番年も下だっていうのもあったかもしれないですねうんすごく。 みんなよくしてくれたなってふみちゃんとはちゃんとお話しさせていただくのは今日初めてですよねでも多分すごい昔にライブハウスとかでも絶対お会いしてるんですよねっていう旧ロフトの時に「フィフティ f o r ー e r d h さん見させていただいて恐縮でございますすごい前だよねっていうねすすごいそうでね中学生 だったかな私、うん、なるほどお互いに未成年だったんだ私も10代だったはずですそうですね、うん、そうです。うん、でもその後もちょこちょこ多分界隈はそんなに遠くないのでそうですね同席してたりとかみたいなのが、ねはい、あったりして今日よろ,よろしくお願いしますよろしくお願いします、うん、ちょっとそのヌードハニーズ見て <laughs> 私もバンドやってるんですって言った話をはしょったの <laughs> 恥ずかしいな <laughs> いやいや,いや,いや俺初めて聞いたから <laughs> <laughs> バンドやってたんだそなんですよその時何をやってるんですかその時は、うん、ベースをやっていて、うん、ずっとバンドでずっとなんかやりたいなと思ってたんですけど、うん、人望がなさすぎて全員いなくなり <laughs>、はい、なんか一人でできることないかなと思ってその時なんかこう使い捨てのカメラはやってたのでそこから何年ぐらい,い今いそれ何年前の話 2567年ぐらい前の話な気がしますうんうん高校生ぐらいの高校生ぐらいですね,ねそうですねライブで撮影するっていう日って大体どういうルーティーンでやってる前<日>に、うんですか なんかイメトレしてますね。うんなんか特に映像とかは見ず。うん、なんか、そのバンドの映像も何も見ずに、うん、なんか会場の雰囲気とその人どんな感じかなって思って。ちょっと姫前日になんかイメトレしてますね。この場所でこういう風に撮ろうかな。こっち行こうかなっていうのは前日やってます。 へえ面白い <laughs> ね白いちょっとすごい恥ずかしいんですけどなんか <laughs> <laughs> 今恥ずかしそうった、ね、<laughs> そううだだなんだでもイメトレ通りに撮れたことは一回もないですが、うん、そうですねやってますね毎回大体いい普通の会場ってさリハがバンドのリハが2時とか3時とかに始まるじゃないですかはい その一時間ぐらい前に入るっていう感じ。そうですね、入ってますね。ちょっと私、背があの脚立を置く場所とかを見たいので。ちょっと早めに入ってます。ああ、ああ、ああ、なるほどね。そっか、そっか、ステージ側のそのね、間とか、ステージの客席の間に、どこだったら置けるかなみたいなの。ちゃんとやっとくわけなんですね。そうなんです。うん、うん、うん。意外とだから、事前準備って、結構、そう、イメートレも含め。 必要なんですね。<laughs> そうですね,ね。なんか私の勝手なイメージなんですけど、もうなんか瞬発力で取るみたいな方が多いのかななんていうイメージが、きっとそうだと思います。あ、そうなんですか。きっとそうだと思います。<laughs> そうなんだ。なんかビビりなのでそれをちょっとやってるだけですね。年には念を入年に、うん、そうですね。でもそれいいいですよね。え、ちなみにそのライブの時って。はい。 どのののぐらいの量のこう機材を持っていくんですかでも私はすごくコンパクトにしていて、うん、ちょっと走ったりすることが多いので、うん、うんカメラ2台か3台ぐらいでガラガラ1個で行ってますそれでも結構コンパクトな方なんですね。もっといっぱい持ってる方いっぱいこうちゃんと用意されてるんですけど、うん。 なんかいっぱいあるとちょっと迷ってしまうのでな,んかなるべく少なくって思ってますね迷いがないようにって感じですねこれで行くぞと思うそうですねもうこれで自分が後は走って取りに行くって決めてますねでリハがあって本番があるじゃないですかはい本番 最近ってさ、本番終わるとさ、ずっと楽屋の隅っこでさ、新人選んだりするじゃん。あれって昔なかったじゃん。なかったです。そうだよね。すぐ確認できなかったもんね。隅っこにずっといるあれですよね。端っこでずっと終わったらずっとそれやってるよね。そうですね。だからそうだから撤収で一番遅い時あるよね。毎回ご迷惑かけてるなと思います本当に。あのもうもういいですか片付けって。 すごい言われますね、毎回。え、昔ってどうしてたの?。普通に焼いてから。焼いてからだから、うん、なんか、うん。そうだよね。だから、その、なんていうの、ね、ネットニュースとかも、あんまり、もう、ない頃もあったし。そっ、うん、か、そっか。即出しみたいなこととか。 ね、そうですね。S. N. S. もちょっとちやだな、S. N. S. もなかったような時代。事実、チラシですからね。そうだよね。なんか、ちょっと言ってて悲しくなった。そうか、まあ、そうですね。今はずっと、ね、まあ、楽屋の隅っこでセレクトしますみたいなね。そうですね。だいたい、な、だいたいさ、一回のワンマンで、何枚ぐらい、何枚ぐらい取ってんの、あれって。 私結構多分,多分多いと思うので2,000とか3,000とか撮ってることはありますね。うきっとやっぱ当たり前だけどフィルムじゃなくなって撮る枚数増えたよね増えましたなんか昔だったらなんか昔だったらって言い方すごいあれなんですけど。うん 三十六枚撮りフィルムだったので、三十六のカウントしてたんですよ。頭で。うん、ガンマンみたいだな。ね、うん、あとたまいくつ残ってるってことでしょそう、そうですね。うん、この三十六になりそうな時に、こうなんかいい。ステージングとかこう。なんかされたりすると、どうしようと思いながら、こう。冬を変えてるの。 とか、あーみたいなそ,そうですねあ<ー>それがなくなったのがすごいなって思います、うん、デジタルになってなるほどねそっかそっかその分あの隅っこにずっといるやつっていう、うん、そうか昔だったらどういうタイミングでシャッターを押すか考えてたんだけど今のべつまくなくしとってんのいいかなでも、うん、そうですねえ、そうなの <laughs> 結 こうなんか贅沢に撮ってますねなんかちょっとずるいなっていう気持ちはありますね。どっかでも,、うん、でもさその、まあ、あのずっと同じ版取撮ってたらさ曲を覚えるじゃないですか。そうで,す、ね、でこの人この曲でこ,これ歌ってる時すごい絶対撮んなくちゃいけないみたいなパターンってないのあでも私は曲よりやっぱりこういい表情した時をたとき そのいい瞬間の表情っていうのを見,見たいなとか撮りたいなって思うので曲とかあんまり考えてないかもしれないですねライブレポの時以外は。なるほどね、うん、ライブレポは抑えなきゃいけないところはって考えてやってるんですが、うん、それ以外の時はあんまり考えてないかもしれないですね。うん、あのなんか5曲目でさ 火が上がりますとかさ、銀テープがみたいなさ、はい、あれってさ、はい、狙いに行くじゃん。はい、あれどうなの？<laughs> 嬉しいの？面倒くせえなと思ってる。<laughs> そうですね、あのな。<laughs> <何> <laughs> いやあのすごいお客さんにとってはすごい素敵な演出だろうなって思うんですけど。うん そこを絶対抑えなきゃいけないってすごいプレッシャーだなって思ってます、うん、ああそっかめちゃめちゃこれ取り逃したらどうしようこれ取り逃したらあやばいやばいってなってすごいドキドキしながらなんかこう構えてますねそっかそうだよねそうなんですねきっとなんか他の人は多分こう落ち着いて取られてると思うんですが、うんうん、いかんせんビビってるんで。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですか <laughs> あでも確かにお客さんのね印象に残るシーンだったりしますもんね、うん、それってそれがまた写真で見れたらいいなってね、うん、ありますし、ね、2回はないじゃないですかもう撮、ね、り逃したもう1回ってないと思うんで映像だったら誰かどの角度から撮ってるかもしれないですけど、うん、写真って、まあ、大体自分かもう1人ぐらいとかそういうことが多いんで。はい ビビってます。そこに尽きるんですね。そうですね。ちょっとお腹痛くなったりしますもん。ああ、そうなんですね。でも経験ずっとされてるけれども。そうですね。それでもそれでもなりますね。うん。そうなんだ。うん。まついでに聞くと今までの仕事の中で失敗したことって。なんか失っ 失敗したこと、うん、しっい,しいっぱいあるような気がするんですけど失敗、うん、でもやっぱり一番はちょっとあのツアー中に、うん、もうこれ自分から意図的ではないんですが、うん、ちょっとあのお客さんのダイブに気づかなくて、うん、まあちょっとツアー中にダイブ思いっきり食らって、うん、カメラをこうレンズごと壊すみたいな。うんへ ことが何回かありました。うん、そ,れそれって失敗なのそれ？しょうがないことでもないの？<laughs> なんかやっぱりそれあると周りの人から、うん、じゃあそんな危ない位置で取らなきゃいいじゃんって言われるんですよね。ああああなるほどね。危機管理能力があって,あって話になっちゃうんですか？そうなんそうなんです,んです言われましたね<ー>その当時ですけど。でもでもでもなんそこに行きたいのは理由があるんでしょな そこじゃないとやっぱこう迫力あるものが取れないというか臨場感があるものが取れない、うん、あもうこれそうですね思ってますねそういうふうに、うん、なんか後ろからこう安全なところで綺麗に撮ればいいとは思うんですけどなんかそれって自分がちょっと見たいものじゃないなって思うんですよね。ももっっっととなんかリアルににそこいいる感じを伝えたいって,思って ちゃうので前の方行ってだいぶを食らうっていう自分の責任だなって思いますでもそれって買えないパターンもあるんですよね壊,しちゃ壊れちゃったらなんか買いに行ってましたね<ー>行ってましたか秋田とか岩手とかでなんか買ったりしましたね街<ー>のなんとかカメラみたいなカメラ屋さんに 買いに行きましたねあるんですねありましたねなんとか買えてよかったけれどそうだね何してきたんだって話になっちゃっからねそうなんですよ買えなかったらねそうなんですよそうだよね壊れちゃうのはなかなかねありましたね逆に成功体験を。ちょっと成功体験 これ成功体験だなっていうのを振り返ったままりすぐ出てこないので、うん、ちょっとこれから成功体験を作っていきたいなって思ってます。うん、ご年配だけどね。<laughs> <laughs> 本当ですよ。<laughs> リニューアルしていかないとね。本当ですよ。<laughs> ご年配で <laughs> あ。あれやっぱもうなんてず,ずっと撮ってるとしんどくなる？腰痛くなったりする？ 多分、背が大きい人はなると思うんですよ。チビなので、全くならないですよね、腰痛いっていうのが。それより、あの、ずっとつま先立ちしてるので、ふくらはぎがこう成長していきますね。いいですね、でも、ちょっと締まって。そうっすね、ね。はい、はい。ダイエットスリッパみたいな効果がある。っ自然と。自然とだ。自然発生のやつですね。 そうですよね。体力勝負ですよね。うん、そうですね。重いの持つし動くし。そうですね,ね。ついところで。そうですね。うん、な、なんか気をつけてることって何ない。気をつけてること、何もないですね。そうなんですか。運動とか。うん、サプリとか。うん、何もやってないですね。<laughs> あ、でも、睡眠、睡眠、そうですね。睡眠は最近ちょっと気をつけるようには。 なったぐらいで多分基本的に体力ある方だと思うのでそこに甘んじてますねそれすごいですね結構みんなある年齢に行くと走り込みしたりとかねいらっしゃいますもんねミックジャガーとかね随分いやそうですよね本当に本当にみんなさんやってますよねうん。 カメラマンになりたいという人にですねメッセージを送るとしたらかかかおちゃんなななんですな私から言えることなんかあるのかなってすごい考えてたんですけど、うん、とうんなんかでもカメ,カメラが近くにあるとなんかこう、うん、ちょっと友達がいなくてもちょっとこう一人でも過ごせるから素敵なグッズですよ っていう感じかな。うん、だから素敵な。一人でできる素敵なお仕事だなって思います。うん,う,んうん。でも、その、まあ、被写体は必要じゃない。ああ、そうですね。でも。うん、こう。なんかちょっと綺麗なお空とか。<ー>人間じゃなくても<ー>。そうなんですよ。うん。うん,うん。なんか、このお空綺麗だよっていう。 友達とか悲しい話になってきて大丈夫かな <laughs> 言う人がいなくても、うん、こう残せておけるっていう写真撮っとけばな、うんだろう共感してくれる人がいなくても一人じゃないって思えるから、うん、写真撮る仕事素敵だなって思います。ししみみじじだ 悲しいや別に,別にいや俺別に悲しくなかったんだけどでなんで今かおりちゃん泣きそうになってるのかいや <laughs> なんかこうね <laughs> こう素敵な景色とかあったらこう友達とかに「これ一緒に見ようよ、うん、じゃあ一緒に見に行こうよ」とかってなるじゃないですかそういうことがなかなかなかったから写真撮ってるんだなってちょっと今自分で振り返って。なるほど 思い出してしまったですね。その代わりに写真撮ってるなって振り返ってました。ちょっとでけてくる。そう聞くとね染みなみる染みてきちゃう。そうそうか。そうですね。ライブハウスとかもやっぱこう人と行きたかったんですよね。友達と見てこれかっこいいねとか言いたかったんですけど一緒に行ってくれる人がいなかったから。 写真撮って、うん、あのウォークマンで録音してたなって思いますあのねカメラマンになりたいと思ってる若手へのメッセージに何もなってないんだけど <laughs> 今ん悲しい話になってたね寂しい過去を、ね、浮き彫りにされただけで、うん そうだったな。えっとねいいいいこといいこと若手の人えっとあいろんな人と出会えてちょっと実際の言葉のコミュニケーションがあんまり上手じゃなくてもいろんな人とつながっていける素敵な仕事です。なるほどね。おすすめってことですか。さっきの友達いないっていう話といろんな人とつながれるってどこでどうどう。 つながったのかわかんないけど。でもカメラを返して、やっぱそう、広がっていくんじゃないですか。その、最初はいなかったんですもんね。<laughs> 作用です。<laughs> <laughs> すごい、もう代弁していただきます。<当>いや、本当にそう思います。本当,本当にそう思います。<laughs> なんか。きっとそれやってなかったら、こう出会えたり。長く一緒にいれなかったなって思うので。なるほどね。 話は変わって2015年までは下北に住んでたんでねはいそうなんです今今日も下北収録してますが最近の下北どのように感じられていますかいやもうとりあえず出口が分からなくてとりあえず出口がこれは一体できがねはいダンジョンだなって思いましたちょっとなってますよねうんうん あれここに出てあれこっちに出るあれいつもの目印のホテルはとかこうなんかな、うん、いとか思いましたそっかでも2015年からだと随分変わってますよね、うん、そうですね,ね14とか15とかですねそうかそっかじゃあもうどちらかというとなじみ深いのはもう登ったらすぐあそうです箱根そばみたいなそうです改札があって、うん、みたいなね、うんうん 大学生の時に初めてバイトしたのも下北沢で,、はいうん、で下北沢に昔あの無印がもうちょっと手前にあって、うんうん、その手前にカメラ屋さんがあったんですよねそこでずっと大学生の時バイトしててそれ今ラーメン屋さんの隣じゃないですかそそうです,そうです私私あそこによよく原造出ししてましたよ マジですかいつもそこに出してたそこで働いてましたそうなんですね一流の隣ですよねそうですそうですそこですえへへへへクミちゃん内度で映るんですみたいなそうそう映るんですとかあとなんだっけちっちゃいなんか流行ったやつあれですよねあったよね流行あのミニカセットみたいなやつそうそうなんかえっと二万、3万しないぐらいのロモ とか、あとじいちゃんのなんかカメラもあって、富士かのカメラがあって、それでちょっとよく出してたんだけど、もしかしたら合ってるかもしれない。そうですね、いろんな方が、こう、現像出しにいらっしゃってましたね。ああ、そうなんだ。はい。僕よく行く三茶のバーにね。香里ちゃんは昔通っていた。そうなんです。そうなんです。昔、ちょっと心を、なんか、病んでいた時に、すごく行ってましたね。三茶のバーに一人で。一人。あ、じゃあ、タイミングがかぶってない。んですね全くかぶってない。です 若い頃だったねうん、ま、そうなんだそうもう行ってちょっと飲んでそのカウンターで寝てっていう本当に迷惑かけてました、ね <laughs> ね、そういうとこできる雰囲気のバーじゃないそうなんだちょっとシュッとした感じのなんかね、うん、マスターオールバックでね、はい、ちょっといかつい系の顔をしてるうんうん,うんうん。 <laughs> よくそんなことできるなとっいや本当そう思います <laughs> 本当に今思ったら心の底から思います <laughs> いそ,うそうなんですね <laughs> また再び最近また行ったりとかはしないんですか <laughs> あちょっと ちょっとひ、そうなんですよ、引っ越しちゃったから。なけてないので。まあ、今度行こうって言ってるんです。ね、ね、ね、面白いですよね、そういうの。なんでそこ。なんでそこ一緒なの。とりあえず土下座したいですね。もう。歌より持って。その説は。そうなのよ。ユウケーラジオ。ね、スマホで写真撮ったりすることある。 スマホは心の日記としてしょっちゅう撮ってます道に落ちてるものとかみんなでさ打ち上げとかでご飯食べてるときにじゃあ全員で写真撮ろうかって言うと「はい私撮ります」とか言い出すじゃんスマホでもあれあ、そうっすんかみんなきっと写りたいだろうなと思ってあじゃあ取り役するよって。 とっていうかあのいっぱいいるときにこう撮るのってなかなかこう、うん、端と端とか難しかったりするんですよね。ああ、なんかさじゃあお店の人に撮ってもらおうかみたいなときもさ、カルチャーいや私撮りますみたいな。うんうんあそうですね。積極的じゃん。やりますね。なんか一応もし、うん、スマホだったとしても、うん、一応みんなで撮るんだったらちゃんと残しときたいなって気持ちあるんですよね。なるほど。うん、自分が写るよりやっぱちゃんと。うん 残しときたいっていう。の強いかもしれないですね、うん。でも、そう、最近はもうほぼほぼみんなスマホで撮るじゃないですか。うん、でも、ちゃんと別にカメラを。買って。あの、撮りたいっていう人も、なんかちょこちょこ得たりするじゃないですか。はい、だけど。ありすぎて。はい。なんか。何から手をつけていいのか。ね、何を基準に選んでいいのかみたいな。そうですよ、ね。まあ、もちろん価格とかもいろいろあるんだけれども、うん、なんか。 まずはこういうところにこう意識を持って選ぶといいんじゃないみたいなのもしあったら教えてほしいなとそうですねでもこれちょっと私の個人的な感想とか人におすすめする時なんですけどいいカメラとかこういろんな価格帯とかもいろいろあると思うんですけど実際ににカメラ自自体を自分の手持持っってててみて持ちややすいやつがいいつがなって思うんで,すよ、ね、なんでかっていうと結局持ちにくいとあの撮らなくなっちゃう。 重いななとかででもそうなんですちょっと持ちにくいない重いなとかすごいいいカメラだからじゃあ撮ろうってならならいんですよねうんせっかくいいの買ってもフィットしてないとそうな,そうなんですよねあじゃあでも最近でもほぼほぼネットで買うことが多いじゃないですかそうなんですよねじゃやっぱ実店舗に行ってそうなんですよね触ってネットで買うんだったらいいけど、まあ、そのまずはフィットするか 触るのが一番かなっっってちちょっと思っちゃいますね,ね重さこのくらいなのかなとかな、ね、あれ実際の重さとかを超えてやっぱり触りやすいとか持ちやすいみたいなものってあるの持ってみてありますねこのぐらいなんかちょっと重い方がいいとか私はというかこうそうですねちゃんとこう持ちやすいってなったやつだと皆さん使って 人に勧めた時も使ってることが多いのでなんかいいカメラ買ったよって言ってもなんとなくって言ってるのをやっぱその後っってなかったりすするんですよねもしかしてカメラ自体の興味がなくなったのかもしれないですけど持ちやすいものってなんかこうギターとかでも何でもそうかもしれないですけどそれと同じな気がしますね。 やっぱ実機を触るそこ、ね、から選ぶみたいなそうですね触るのがいいいなって思います、うん、それこそいいですね2つすごい悩んでてどっちにしようっていう時に、うん、その数字とかそのスペックのうんぬんだけじゃなくてね、うん、やっぱ触ってみてしっくりくる方みたいなそうですね、うん、楽,器楽器とかもそうですもんね一緒だなって思います、ね、本当に 今後については今後はちょっと一回もやったことがなかったので写真でやりたいなって思ってます。いいですね,いいですねなんか今まであんまりこう表に出すってことに興味がなかったんですけどうん、うん、ちょっと最近ちゃんと表に出していきたいなと思って。いいですね <laughs> ちょ最近覚えたことで「ざいってたのなんだけど。<laughs> いるよっていう。 在労、在労。在労。画廊にいるよっていう。その写真店写真展あって。あの村江香織写真店この日の何時から何時は。在労してます。在労って言うんですね。在宅してるみたいなのと同じで画廊に。そうそう、画廊にいますよ。は最近覚えた。そうそうそう。会いたい人は来てみたいな。ああ、なるほど。 あっ、サインしちゃいますみたいな。いいですね。それじゃ、あぜひ使ってください。材料<れ>、材 <laughs> 使いますずっと材料してます。<laughs> <laughs> いいですね。材料して。友達増やします。え、でも。いい結構、なんかこう、具体的に、なんか。今年中とか、来年中とか、なんか、そのぐらいの、なんか、希望とかだったりするんですか。ちょっと、あの、今言って、うん、あの。 やってくぞっていう気持ちを高めているところですね。なるほど。なんかこう SNS とかでも、こうなんかすぐ心が折れちゃうんですよね。なんか表に出すっていうことに、なんかすぐビビるので、もうちゃんとインスタしなとかこう言われるんですけど、できないみたいな。なるほど。なるほどね。でもでもカルちゃんあのほら。 写真集出してるじゃないですか。見えた銀魂ボーイズのあはい純潔はいあれあれとか表に表に出てる行為じゃないですか。あれは多分すごくあの周りの人がこういっぱいこうなんかやってくれたんですよね。うんあなるほど。いついつまでに絶対出しますよこの日までにやらないとダメですよっていうのを お尻を叩いてくれた人たちがいるのでできたことですねじゃああれですね今年中にやりますとか例えば言ってしまえばちょっとこう一旦しやらなきゃっていう気持ちになったりするってことですねそうですねやりたいのかやりたくないやりたいですじゃ夜ねやりたいです近いうちにそうですね ぜひぜひ、本当に、うん。助けてくれる人募集です。じゃあ、S. N. S. で連絡してね。<laughs> ちょっと S. N. S. 頑張ります。 そんなこんなで今週はカメラマンの村井香おさんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオはそろそろお別れの時間ですはい、はい、ありがとうございますありがとうございます楽しいお話をいっぱい聞けてかったです、ね、本当ですか悲しい過去の話とかなってませんでした <laughs> 途中なりかけまはい。な、はい、りかけましたけれども、はい、そうですね,ね、はい、なんとか、ね、サンチョバーのスタッフの人がね、毎回聞いてるんですよ <laughs> <laughs> このラジオ <laughs> UKP ラジオ本当ですか <laughs> それを聞かれるのが楽しみで楽しいでしょうがない <laughs>、ね、どういう方ってなるんです <laughs> マスターじゃなスタッフの人ああ <laughs> 本当ですかわあ <laughs> じゃあ一緒にバイトか楽しみですねはい、はい、ありがとうございましたこちらこそありがとうございました感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオつけてつぶやいてください UKP ラジオのツイッターアカウントもあります。ぜひこちらもフォローお願いします。そして UKP ラジオのメッセージフォームも開設しています。こちらでは今後来てほしいアーティストやトークテーマなどを募集しています。UKP ラジオのツイッタートップに固定ツイートしてますので、そのリンクから送ってください。UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤光一とホリシックスフミがお送りしました。